トゥプンガート山はアメリカ大陸で最も高い山の一つであり、高深夜まで遡る古いアンデス山脈の清掃火山である。山はチリの首都州とアルゼンチンの面倒砂サ州の境界にあり、南半球及び西半球で最も高い山であるアコンカグアの南約1 0 0トルほど。山の南西には活発なトゥプンガティと火山があり、1987年に 最後の爆発が起こった。この山から、面倒砂州の重要なアルゼンチンワイン生産地である、トゥプンガートデパルタメントが名付けられた。1947年8月2日、アンデス山脈上空を、アブロ・ランカストリアンが6人の乗客と5人の乗組員を運ぶ飛行機、スターダストは、トゥプンガート山のアルゼンチン側にある高い氷河に衝突した。飛行機はその後すぐに、 衝突の結果として生じただれと大雪に埋まった。残骸が2000年に氷河の終着点で再出現するまで50年以上の間氷河と雪の下深くに埋まっており発見されなかった。そのすぐ後にアルゼンチン陸軍遠征隊は散在した残骸を発見し調査のための証拠を数多く集めた。トゥプンガートさとト,トゥプンガーティとの空撮ありがとうございます。